長安ず淳は、李氏朝鮮末期の政治家、大韓帝国軍及び大日本帝国陸軍の軍人。本願は、豊か上長氏、郷はめぐまい氏。高所十三年に、庭諮問下に、陛下で合格して、以降は、和英軍芝をはじめとして、兼用二年に、大韓帝国軍三両昇進と同時に、新英第三隊長となり、元水府軍務局長。 陸軍法院長、陸軍武漢学校校長、自重武漢長を務める、党、武漢としての職務を歴任した。工部2年6月2日、副領。同年11月6日、三章。工部3年8月21日、副章。工部8年に、軍二党大局省を授与され、翌年には大日本帝国陸軍を視察。日本政府から訓一党局実大受賞を授与されて、 日本と深い関わりを持つようになり、一審会にも加入した。日韓併合条約締結後の劉博氏4年10月16日には、朝鮮貴族として男爵に劣せられた。併合以降は、陰徳栄等と共に、李陣王聖子と、政子妃の婚約締結に尽力し、李太王の葬儀の際は副裁官を務めた。大正9年4月26日、 直令第118号が発せられたことにより、朝鮮軍人の陸軍副将から第2本、帝国陸軍中将に転じ、朝鮮軍司令部府。晩年、長段尺家は、火星破綻の危機に陥った。当時の朝鮮軍司令官、菊池慎之助は、長段尺家の境遇に深く登場し、朝鮮総督の斉藤実に相談して、財産整理委員が設けられた。 2002年に発表された新日派708人名簿と2005年民族問題研究所で新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿に選定された。2007年に新日反民族行為真相究明委員会が発表した新日反民族行為195人名簿にも選定されている。ありがとうございます。